はい、皆さんこんにちは、ランギケンです。今回はこの車を買って良かった点3つを挙げてみたいと思います。以前にも紹介したんですけれども、この車は某個人売買サイトを通じて、30万円で買った20万キロオーバーの仮想高フーガでございます。でこの車を買ってから半年以上が経過して、走行距離も5000キロを優に超える距離を走ってきました。その中で感じたこの車を買ってよかったと思う点を挙げていこうと思います。まず一つ目は運転が楽しいっていうところですね。高級車に乗るっていうことで、そんなにスポーティーな走行とかっていうのは、ね、まあ、あまり期待してなかったんですけれども、自分にとってはねすごいスポーティーな運転できるなと感じています。まあ、スポーツカーとかね乗ったことないんで分かんないんですけど、今まで乗ってたねコンパクトカーとか、まあ、ファミリーカーと比べたらもう全然スポーティーなね走りができます。まあ、この車エンジンは V6 2.5 リッターの V6 エンジン、そして自然吸気、馬力は200馬力程度なんですけれども、まあ、それでもね十分な加速をしてくれます。特に首都高を走ることが多いんですけれども、首都高って、まあ、急に渋滞が発生したり、あと合流とか分岐が連続してあったりとかして、急減速をしたり急加速をしたりするような場面って結構多いと思うんですけれども、まあ、そんな中でも十分な瞬発力を発揮しますし、力をこう絞り出さないといけないような、そういうことっていうのがまずないんですよね。またドライブモードも4つありまして、スノー、エコ、スタンダード、スポーツとあるんですけれども、スタンダードでも結構グイグイ加速するやんちゃな設定になってるんですよね。例えば交差点とかで信号待ちした時、青になってスタートっていう時もちょっと踏んだだけでグイグイ加速していってくれます。足回りも割とカチッとしていて、高級車って割とこうふわふわしてるのかなと思ったんですけども、フーガに関しては割とカッチリめですね。なので運転手にとって路面の状況がよく伝わってきたりとか、あとはコーナーとかでも挙動が少ないっていうことで安心して運転することができます。なので高級セダンでありながらもドライバーズカーというようなイメージがありますね。フーガの走行性能に関して一番感動したのはコーナリングで、今までは減速して曲がっていたようなところを減速せずに曲がっても安定してスーッと曲がっていく、それがすごいなと思いました。まあ、今まで自分が乗ってた車と比べてですが、まあ、セダンっていう重心の低い車、そしてタイヤのドレッド幅とかも広い、そういうことが影響していると思うんですけれども、コーナーの安定性は本当に感動しましたね。続いてこの車を買って良かった点2つ目なんですが、それは高級車としてのおもてなしを楽しめるっていうところですね。まあ、エレガントで美しい室内空間はもちろんのこと、細かいことなんですけれども、例えば乗り降りするときにハンドルとかシートが自動で動いてくれて乗り降りしやすいようにしてくれたりとか、まあ、他にも細かいところいろいろあるんですけど、まあ、そういうのがまあ高級車の良さなんだなっていうのを知ることができて、それもすごい乗れて良かったなと思う点ですね。この車を買って良かった点3つ目、20万キロの仮想高車でありながらとても状態のいい車を選ぶことができたというところですね。ほぼワンオーナーで、おそらく仕事の通勤で使われてきたんですよね。ワンオーナーということは、その方が新車で買ったわけなので経済的に余裕のある方が買ったと思われ、メンテナンスにもしっかりと力を入れているのかなというふうに感じました。まあ、仮想高車っていうといろいろ故障とかが怖いんですけれども、エンジンですとかミッションとか、まあ、そういうところは非常に元気です。エンジンルームから変な異音がするとか、変な振動がするとか、変速ショックがあるとか、変速の仕方がおかしいとか、まあ、そういうのは全然ないんですね。そういう意味ではいい車を買うことができたなと思っています。はい、というわけでね、
買ってよかった点3つを挙げてみました。まあ、今後もこのフーガに関する動画とか車に関する動画を上げていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。